皆さんこんにちは、菊地亜美です。今ですね、ちょうど娘が寝たんですけれども、前回陣痛から出産までの動画を出産2日後に病院で撮って動画を上げたんですけれども、その時にやっぱ私一人で喋ってたから痛みが強すぎて覚えてなかったり忘れてたりすることが結構あったので、今ね家にいるのでいっちゃんと喋りながらまた振り返っていきたいと思います。そう、そういっちゃんにさ見てもらったじゃん、あの動画、あの私のね、はいはいはい、こんなんちゃうかってんとかさ、もっとこうしてはったでみたいなさ言ってたじゃん。言ってたんですよ。だからそれをちょっと聞きたいなと思って、私が一個えって思ったのは、いっちゃんっていうよりうちの弟なんですけど、いっちゃんがね陣痛、うちで陣痛来た時に2回嘔吐したっていうのを前の動画で話したと思うんですよ。そしたらなぜか一緒にも住んでない遠くに住んでる弟が同じ時間ぐらいに嘔吐したらしいんですよ、家で。一番見てない遠くに住んでる弟が関係はあるけど吐いたらしいんですよね。意味わかんない。まあそれはちょっとお産に関係ないんですけど、私が陣痛来てる時とかに電話、いっちゃんと喋れないから助産師さんといっちゃんで会話してもらったりとかあったじゃん。だそれとかを教えてほしいなと思って、あの男性目線で、はい、なるほどね、うん、ありのまま、ありのまま結構長かったよ、病院行ってから連絡を取らない時間が、うん、で俺大丈夫かなって思って、うん、俺病院出ましたよ、大丈夫ですかって言ったら、うん、あ、じゃあ繋ぎますねって言って、うん、繋がったので出た、私電話出た、本人が時計させます、あ、うんうん、でかかってきて、うん、もうほんまにその時も、うん、ついたずやって、うん、途中で喋られへんくなって、うん、看護師さん変わって、うん、で看護師さん変わって喋ってたら、うん、子宮口4センチなんですけど、うん、すごいちょっと痛みで、うん、でその時言われたのが、うん、子宮口っていうのかな、うん、ちょっと子宮口かな、間違えたら申し訳ない、うん、が人より薄い、うん、子宮口で薄い厚いかなか、ちょっとそこまで勉強してないけど、うん、人より痛みを感じるのがすごい多いんです、うんうん、だからもう子宮4センチでもすごい今大丈夫だと思います、うんうん、っていうのは言ってた。その数時間後に泣きながら電話があって、うん、私が泣きながら電話があって、何かあったんかなって思うやん、こっちは、うん、でもすごい覚悟してて、うん、だから、うん、覚えてない、私泣きながらいっちゃんに号泣しながら電話したの。そうそうそう、号泣で電話かかってきて、うん、耐えられなかったっていう。あ、麻酔したからだ。そう、悔しい涙。あ、悔しい涙ね。そう、なんか最初麻酔を全く使いたくないと思ってたんだけど、無痛とか和痛とかで使う麻酔を使う人に対しては何の偏見もないし、むしろ自然分娩も無痛分娩もどっちも経験したい、ただ最初だから自然分娩がいいって思うタイプだったんですけど、なんか途中で無痛分娩を入れることになんかちょっと悔しいと思っちゃって、まあ結果良かったんですけど入れた方が。世の中のお母さんがみんな耐えてるのに私が耐えられなかった。いや、子宮口からはそれが薄いから仕方ないよっていう、もうそんなのいいから麻酔入れてもらえなって言ってたよね、覚えて、今思い出したわ。全然も麻酔も入れて、いや俺も麻酔ちょっと見たい、ほんまにリスクないんかとか、うん、その上でそんなこう思ってるようなリスクじゃないから、うん、それやったら今入れようとか。本当に麻酔入れたことに対して悔しいっていうのは本当に個人的な意見、使ってる人に対して何にも思わないし、私逆に使ってよかったって、結果麻酔最高って麻酔最高って麻酔最高と思って YouTube のコメントに書いてたの。なんで途中麻酔を入れたのにそんなに痛かったのに最後麻酔切ったんですかっていうコメントがあって、確かにそこ喋ってなかったからみんな気になると思うんですけど、大量に麻酔を入れることはできるんだけど、今のままだったら麻酔よりも陣痛の痛みが勝って、先に陣痛が来た場合痛みにちょっとでも最後だけ耐えられますっていう気持ちがあるんだったら、その陣痛、先に来た陣痛を優先して麻酔をもう入れずにお産に向かった方が早いって言われたんですよ。だから最後だけ頑張りますって言って麻酔を切ったってよりかは追加しなかった、陣痛が来た時に。だから陣痛の方が早まって普通分娩で産んだって感じですね。普通分娩にしても痛いんだっていうコメントとかあったんですけど、麻酔をどんどん追加していけば多分大丈夫だったと思います。麻酔切れた時にマジ後悔した。麻酔効いてる時にも一回電話しゃべってるけど、うん、別人ぶりというか、うん、元気だったよね。元気だった、麻酔入れした時は、うん、
だからあのどっちがいいとかじゃなくてどっちも経験できてよかったなって感じですね今は。で分娩台に入った時に私ずっと入院してたし病院にいたし助産師さんとかもちろんみんな無臭香水とかつけてないもちろんつけてないしこう無臭じゃないですか。それで分娩台にいっちゃん入ってきたんですよ。その時にこれで前の動画で言うの忘れてたんですけど、うん、第一声がなんだっけ香水臭いって言ったんですよ。いや余裕あるじゃんって思うかもしれないんですけど、あの余裕ないんですよ。もちろん余裕ないけど、まあ、こんなにテンションは高くないけど、いや全然全然もうはははは言ってる、ははしてるけどって感じだね。で、はぁってなった時に旦那さん入りますって言って入ってきて、その時にいっちゃんがマジで香水臭かったんですよ。意義あり意義あり助産師さんとかもちょっと笑ってたよね。笑ってた笑ってた。意義めちゃくちゃあったけど、うん、意義なんか唱えれるような光景じゃないやんか何意義あり何生まれる3日前ぐらいに、うん、コンパクトに喋ってね。コンパクトにね、うん、あの検診の帰りに歩くついでにショッピング、うん、ちょっとしようって言って言ったら香水屋さんがあって、うん、気に入った香水があった。そうでも結構いい値段やつやんか、うん、でこれいい匂いなって言ってなんかサンプルもらって帰ったら、うん、家帰ってずっとこう嗅いで、やっぱねいい匂いだったからね、すっごい嗅いでて、うん、これ病室とかアロマ代わりにやったら落ち着くなとかっていうことも言ってて、うん、これプレゼントしようっていうのをちょっとこうサプライズで考えて、うん、いやいっちゃんがね買ってくるなんて思ってなかったんですよ。だからうわ本当嬉しいみたいな、もう泣くぐらいの喜び方をしてくれたわけ。そう、元気な娘を産んでください、お産頑張ってねって、ありがとうっていうのでメッセージ付きで買ってきてくれたんですよ。で私めっちゃ嬉しくて、めっちゃ嬉しいって言って、絶対持っていく、そうもう絶対これ入院中もう病室に持ってってタオルとかにつけて嗅いでアロマ代わりにするねとか言ってたんですよ。だから当日生まれる寸前来てっていうラインが、うん、ちゃんから来た時に準備していこうと思ったら、うん、その香水が家に置いてあって、そう忘れちゃってたんです私が、ね、そうで、あ持っていかなあかんって思って、うん、よく気づいたね。そう匂いが俺のずっと嗅いでたから、うん、パッてこう蓋外して、うん、これこれこれって、うん、ローズっぽいこれって、うん、やっぱええ香水やから、うん、すっごいこう手についたのが残ってたのよ。ちょっとでもすごい匂いするのね、うん、だから手洗っていこうかなと思ったけど、うん、あんなにも気に入ってくれた、逆にもうリラックスできる香水やから、うん、まあいいか急いでるしと思って、うん、そのまま行って、うん、待ち合わせでドキドキして待って入ったら、うん、香水臭いっていう第一声がそれやってすっごい香水まみれだったわけじゃないんですけど、今思えばほんまにちょっとだってついたぐらいやもん、うん、でも痛いのとあれでえっちゃん来たと思ったのに香水の匂いしたから、しかも周りに迷惑かけると思ったんです私。あの状況でも気を使える、えすっごい思ったよ。助産師さんとかにえ旦那さん香水つけてきたって思われたくないと思って、え香水臭いって言ったんですよ。そしたらえごめんってすぐ言ったんですけど、その時にで私はいっちゃんが手を握ってくれる前にもうそこにいてくれるだけでいいからねって言ったって言ったんですけど、実際はいっちゃんちょっと手をね触ってたらしい。で触った時触ったんでしょ、だって触ったんでしょこの手をさ触ったんでしょ。いやだってそもそもまずオートから始まって看護助手が発揮してるわけやから、うん、ほんで行ったら行ったでさ、よかれと思って行ったら臭いやん。もう俺マジでおる意味ないっていうか、いやでも気持ち的にはありがとうと思ってたの。存在価値もほんまに俺何してんやろ。えそうで去って手を握ったんでしょ。そしたらそう、ね、できることないからと、うん、怒られて、うん、シュンってな、一瞬シュン太郎なんてんけどでもできることはやらなあかん、うん、せっかく来てるし意味を出さなあかんって手握って、うん、そしたら大丈夫そこにいてくれるだけでいいからって私が言ったのね。でも俺なんかしなあかんっていうポンコツなりに思ったから、最終最後俺が考えた方法がこれこれやってんけど覚えてない。そう覚えてないの、うん、俺最終最後振り絞ったのがこれやって思ってね、うん、で手やかんかったやん、うん、で一歩引いてんけど、うん、なんかせなあかん、うん、このままじゃポンコツで追ってもらうって、うん、それも大丈夫だからあのその時にも何もせん方が正解やん、うん、あの最初から陣痛来た時から旦那さんがずっと付き添ってて手握ったりとかテニスボールで故障したりっていうのをずっとやってたらこう握った方がいいんですけど、最後の15分だけ来たから動けなかったから私、だからいっちゃんの手も握れなかったんですよ。最初からいたらまた別だったんですけど、
で私が覚えてるのは生まれた後にここ乗せてくれたんですよ。その時にいっちゃんがそこにいてくれるだけでいいからって私が言ったことでちょっと距離を置いてちょっと離れて立ってたんですよ。だから助産師さんがなんかちょっと笑って旦那さんもっと近づいてくださいって言ってたよね。もう怒られ続けてるメンタルになってたから全然なんかイラッとしたとかではないんですけど言葉出なかったから大丈夫だよそこにいてくれるだけでいいからねっていう私なりの優しさだったのそれは。あでここにさ置いた時にさやっと会えたねって気持ちになったっていうのを動画で言ってたんですけどいっちゃん曰くやっと会えたねっていうのは後からの付け足しのセリフみたいに一応言わなあかんと思ってなんか言ってる言ってるレベルだったって言ってたじゃん。いっちゃんそんな話じゃないけどちゃんは痛すぎて、壮絶すぎて、多分記憶は今やと思う。俺はもう結構、冷静にやっぱもう見てたから、全て覚えてる。陣痛来て、最後一回見切る時に、その時はほんまに叫んでるっていうか、体こっちが震えるぐらいの感じあって、次行きますって、息になった時にもう結構やばくて、次の息には、もうさっきでも俺結構やばいなと思ったら、次の息にもほんの倍ぐらいの声で。で、その時に「もう無理」って言ってまたをこうすごい閉じようと、なんか「もう無理」って言って私自分の膝をこうやって閉じてたんですって。それを思いっきりこうやって頑張って真ん中にいるのは助産師さんがいて、横に先生が立ってる。で助産師さんはちょっとこう「あ次に行こうかな」って感じだけど先生のゴッドハンド出てきて「うわ」ってこう「もう今行くよ」とかいう感じでバッて開けられて「そうだよ」って感じで出てきて。であの光景めっちゃ覚えてんな。でもトゥルって出てきた後にさ全然娘の方見てなかったよっていっちゃん言ってたじゃん。いや俺の YouTube 調べによると生まれた瞬間みんな、なんかもうあーかわいいってですぐね感じができてる、でも痛み全部抜けて痛いは痛いと思うよ。痛いと思うけど、でもアニちゃんの場合は、生まれた後も同じくらい痛そうにしてた。確かに、余韻がすごかったよね。ずっと痛いって言ってる。永遠の縫ってる痛さとかじゃなくて陣痛の時の出産の痛さなんだよね。その後に胎盤押されて痛いとかじゃなくて娘に考えるケアっていうの、なんかここにね置いてもらったんですよ生まれたての娘を。まだドゥルドゥルですよ尿水とかで。もうなんか俺のイメージは、みたいな泣きながら抱えてね抱いてね、それ見て俺も号泣するんちゃうかっていうのを想像してたけど、もうまあそれどころじゃないぐらいの痛さで、娘ポーンって置かれているのに痛い痛いっていう感じで、でも気持ちはやっぱ娘に言ってる、だからやっと会えたねっていう言葉は多分もう聞いてたんちゃうかなっていう失礼ですよね。じゃあこれはちょっと面白おかしくちょっと言っちゃってるけど、いやでもそれぐらい壮絶というか、だからやっと会えたねっていうのは自分であやばいあの言葉忘れてたって言って付け足したぐらいに聞こえたってことでしょ。いやってぐらいここにいるのに、そうそうそう、なってて、もう空気読んだのか俺カンガルーケアの時間分からんけど、ほんまに5秒ぐらいでもう先生ここパッと聞いて落ちる思たんやね。生まれた時やっぱ俺も娘の顔をしっかり見れてない。亜美ちゃん心配なの。あそう、だからいっちゃんがお腹にいる時は娘娘ってずっとお腹に声かけてたりとかお腹触ったりしてたんだけど、陣痛出産が壮絶すぎて生まれた瞬間娘よりもまみちゃん大丈夫かなっていう方に行ったっていうのをいっちゃんがね言ってて、確かに娘は元気だね、産声を上げてるから。でも私はもうチーンって感じで結構放心状態っていう、YouTube で結構こうさっさと喋ってたけど、あんな感じだなって思って、本当人が変わったと思ったもん私。自分でも思ったよ、思ったマジ思った。よかった。私ってさあんま変わんないじゃん家とさ、表にさ出てる時変わんないじゃん。人変わったって思った。ほんまに俺このままこういう性格の人に、いや私もその日の妊娠してる時とかも覚えてるもん。ショックすぎてもう喋れないしどうしようみたいな。 YouTube なんて絶対撮れないって思ったもん私。言い方悪いけど思い出しただけでも暗くなるっていうか。でも今から出産する人怖いっていう人がいたの私の動画見て。怖くなっちゃったけど見ないでくださいねって言ったけど見たって。でも怖いって
言ってた人いたけど大丈夫です。今もう結構時間経って、うん、もう皆さんちょっと忘れてきてる。そうなんですよ。すごくないですか。あの痛みは一生忘れないって言ってたじゃないですか。で今生後18日目なんですけど、めっちゃ痛かったっていうのを覚えてるんですけど、痛みの種類はちょっと思い出せない。もう思い出せなくて、怖いと思って。そのトラウマですよ。そうで、私たちが出産終わって回復するまでに時間がかかるから 1,2 時間は分娩台で体を休めるんだったんですけど、その 1,2 時間の間に隣でお産が始まったんですよ。隣の部屋でその声がいやーはーみたいな声で、それで2人とも震えちゃって聞けないねって言って、だからもうトラウマ、それはトラウマはトラウマなんですけど、今この生後、3週間弱でちょっと痛みの種類は忘れてるっていうのはあります。ただ痛かったっていうのは忘れない。あの痛さはもうほんまに見てられへんぐらいの痛さ、いやすごかったね。あと1個あるわ。何？びっくりしたこと。俺何あんだけその話の後に助産師さんが最後朝食食べますかって言ってきたよ。でそれさ覚えてないんだけど、覚えてないの。俺ほんまにもうありがたい話だけど、この状況で食べれるかと、生まれて取りたいって言って、一応出してもらえるし、はいって言って出してもらった時に、結構妊娠中に食べられないもの、半熟卵とか、生ハムとか、結構がっつりなやつやって、で紅茶があって、紅茶だけでも飲む時って俺言ったら完食してたっていうちょっとびっくりしたの俺らしいです。だからもう生まれた後は意外に食欲はあったってことだね。食欲はないけどちょっと暗いっていう感じ。そっか、らしいです。てな感じでちょっといっちゃんとね、喋りながら陣痛から出産までの振り返ってみたんですけど、ためになる話は一切ないと思うんで、番外編ということでまた動画撮りたいと思います。この動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだすやすや寝てます。バイバーイ。